はい、どうも、ゆきです。今日はですね、先ほどちゃうわ。1日前、2日前ぐらいにね、採集してきた、このエビちゃんたち。こちらを、水合わせをね、まあ、24時間以上、水合わせしたんで、ちょっとね、ここの、キューブ水槽にね、入れていきたいと思いまーす。メダカちゃーん。うぃー、だいぶね、苔だらけになってきたんですよ。ここらへん。多分ね、あれなんかな。水草が足りねえんだろうな、おそらく。ということで、移していきたいと思いまーす。なるだけ、でかいやつを、映したいんやけど。ウェイ。まず第1号。貴様に。決めた。逃げた。ちょ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 。放卵してるやつもね、いくつかいるんで。はい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 。はい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 ちょっとちょっとちょっとちょちょちょ逃げんなし。入った。あれ？入った？大丈夫か？どこ行った？暗くて見えねえ。いや、入ったはずなんやけど、どっか行ったな。前か。この調子でね、適当にね、投入していきましょう。はいはい、君たち、君たち、放卵してるやつ。こいつ落ちそう。放卵個体。放卵エビちゃん。くらえ。結構いるんだよな。これ全部入れたら何匹になる？50匹、いや30匹ぐらいいるか。多分30匹ぐらいいるんで。30匹は効かねえかな。くらえ。だだだだだ。あんまりこの川の水は入れたくはないんですが、まあそうも言ってられねえか。ね。ちゃんと映ってんの？ってか絶対映ってないだろこれ。映すのは不可能に近いですね。よしと。30匹じゃ済まねえ。
30匹じゃ効かねえぞ。まあ、南沼エビなのか信濃沼エビなのか、はたまた俺の識別が、あれで、全く別のエビなのかは、ちょっとわかんないですね。南くんだと思うんだけどな。いや、南じゃねえか。信濃エビか。あの、信濃。外国産っていうのかな。大丈夫かな。死骸かと思ったら抜け殻だ。脱皮跡だった。でね、あとね、メダカくんのね、この稚魚のね、この、なんだ、サテライトの中にもね、ちょっと1匹ぐらい、コケ取り要員として入れたいと思います。よいしょ。こんなに入れても、溶いた川に戻してこようかな。こんなにいっぱいいてもね、こんなにいっぱい入れても、まああれやからな。50匹以上いるぞ。下手したら、攻撃的なね、テナガエビっていうのがいるらしいんですけど、まあ、いる可能性があるだけなんですけどね。うん、沼エビじゃなくて、テナガエビの可能性がなくはないですけどね。まあ、テナガエビだったら、結構攻撃的らしいんで、まあ、他のエビを、襲うらしいんですけどね。まあどうなんだろう。まあこんだけ入れりゃ十分でしょ。多分。まあ大小を含め。まあ、20匹ぐらいは入れたか。あ、まあ、こんだけ入れるやね。まあ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 。どこだ？いた。こいつ。こいつですね。
なんかこいつだけ目が白いけど、これアッシュかな。うん。他にもまあいくつか、いるとは思うんですけど。うん。まあまあまあ、こんなとこでしょうね。ちなみにこっちのザリガニ水槽の方は、順調に、エビくんたちが、いるんですけど、こっちには南沼エビが確定で、多分チャームから、どこで買ったんだっけ、チャームで買ったんだっけな、南沼エビ。だからまあ確実にこっちは全部南沼エビのはずなんですけど。うん、まあ南といっても結局ググると信濃エビっていうらしいですね。販売名は南沼エビだけど、実は信濃エビっていうやつらしいですね、うん、あ、そうそう、ここの稚魚、メダカの稚魚もだいぶでかくなったよこいつらな。おめえらもだいぶ肉眼で確認できるようになったもんね。最初は確認できなかったのに、なんか内臓が。うん。内臓が丸くなってきたというか。この中にもちょっと入れましょう。貴様、おいとー、一匹ちょーんと入って、入ったね、ここは無理や、あ、一匹入れりゃいいでしょ、うい、まあメダカの稚魚を食うことはしないでしょ、さすがに。まあ、ここら辺もね、結構ね、あの苔で覆われてきたんで、ここのこれなんだっけ、石巻貝か、一匹入れてんですけど、多分あんまり効果ないです。うん。ということで、残りのね、あと 3,40 匹いるんですけど、この中に、まあ明日あたり、これを、元いた川に、戻しておきたいと思います。こんなにちょっとね、いらなかったという。まあ食うのもちょっとかわいそうですからね。うん。まあ食っといてなんなんですけど。食っといてなんなんだけど、まあ、うん、かわいそうやからね。ということで、まあ、メダカくんのね、投入でした。ご視聴ありがとうございました。